んばんは、タイガーマスクです。おや、今日のタイガーマスク、今日も元気に頑張って発信しようとしていますねって、お思いのあなた。今日も元気に頑張っていろんなことを何か言おうかとしていますねって、お思いのあなた。正解でございます。正解です。正解でした。はい、こんばんは、タイガーマスクです。今日はですね、何について発信していきたいかと言いますと、プロ意識について発信していきたいかと思います。プロというのは、本当にね、普通の方と違うんですよ。何が違うかというと、失敗したら、また失敗する、また失敗する、人間だから失敗するの当たり前だと決めつけていると、また失敗するのが当たり前なんだけども、そうではないです。プロというのは失敗してはいけないんだ、失敗してはいけないんだ、失敗してはいけないんだっていう思いが気持ちが強いんですよ。だから失敗しないんですよ。たとえ失敗したとしても、自分の頭を引っ張る気持ちで、違うんだ、違うんだ、こうなんだっていう気持ちで、頑張って頑張って取り組んでいくことによって、本当に本物のプロになれるんですよ。プロは普通の人と同じことをしていてはダメなんですよ。プロは本当に辛い思いを、苦しい思いをしなくちゃいけないんですよ。それが本当のプロなんですよ。だからたとえね、失敗した、失敗した、人間らも失敗するよね。当たり前だよねって思ったらまた失敗するんですよ。そうではなくて、プロなんだよ、僕は。僕はプロなんだよっていう気持ちで、どんなことがあっても、どんなにね、もしかしたら失敗するかもしれないって思わずに、とにかく何でもチャレンジして、チャレンジしてやっていくことによって、絶対に、もちろん失敗もあるかもしれない。でも失敗しても、自分の頭を引っ張る気持ちで、とにかくね、果敢にね、挑戦することが大事かと思います。それが、本物のプロだと思うんです。今日ですね、簡単でありますけども、この辺にしたいと思います。最後まで聞いていただいてありがとうございました。タイガーマスクでした。